今日は京都府京都市京都駅に来ています。京都駅でかいのだ。 JR 西日本、 JR 東海、近鉄、京都市営地下鉄が乗り入れる大ターミナルね。京都駅の正面には駅前バスターミナルがあるのだ。バス乗り場には長い列ができているのだ。行列の最後尾に待ち時間のプラカードを持った係の人がいるのだ。まるでテーマパークのアトラクションなのだ。相変わらずおばつってるのだ。おばつ？多すぎる観光客で市民生活が大変になることなのだ。オーバーツーリズムね。知らなかったわ。最近はおばつるっていうのね。違うのだ。僕が勝手に言ってるだけなのだ。違うの？まあいいわ。京都の中心部は鉄道路線が少ないので、観光地に行くにはどうしてもバスになってしまうのよ。今日はバスに乗るのか？違うわよ。一応鉄道チャンネルだからね。近鉄に乗って丹波橋駅に行くのよ。丹波橋？近場なのだ。近場大歓迎なのだ。近鉄の改札口は新幹線の前なのですごいことになっているわね。前に進めないのだ。バツりすぎなのだ。やっと中に入れたのだ。中は少しはマシなのだ。この電車に乗るわよ。丹波橋に行くということは、今回の謎は丹波橋駅の謎なのか？丹波橋駅というより、丹波橋駅を中心とするエリアの謎ね。京都って鉄道空白地帯がたくさんあるじゃない？そうなのだ。だからバスが大混雑するのだ。でもこれから行く丹波橋周辺は非常に鉄道密度が高いところなの。電車がいっぱい走っているのか。今回はどうして丹波橋エリアに鉄道がたくさん通っているのかの謎に迫るわよ。それが謎なのか、単なる偶然じゃないのか。今私たちが乗ってる近鉄京都線、意外と古い過去を持っているのよ。知っているのだ。近鉄京都線は以前は奈良電と言われていたのだ。あら、よく知ってるわね。さては貴様、機関のエージェントなのか？僕のひいじいさんは近鉄のことを今でも奈良電と呼んでいるのだ。奈良電、正式には奈良電気鉄道ね。でも奈良電が走る前からここには線路があったのよ。それも知っているのだ。国鉄の貨物船があったのだ。よく知ってるわね。さては貴様、機関の以前の動画でメタンに聞いたのだ。あら、そうだったかしら。メタンは記憶力も悪いのだ。線路の上を何か別の線路がまたいでいくのだ。これは京阪で、この先の丹波橋駅は京阪電車との乗り換え駅になっているわ。近鉄丹波橋駅に着いたわ。ここで降りるわよ。人が多いのだ。近鉄丹波橋駅は1日あたりの乗降客数が京都市内では京都駅に次ぐ第2位よ。みんなあっちの方に行くのだ。京阪との連絡通路ね。後で行ってみましょう。とりあえず駅の正面に出るわよ。意外なのだ。静かな住宅街なのだ。人が少ないのだ。利用者の多い駅の駅前とはとても思えないのだ。こっちは裏口じゃないのか。きっと京阪の方が正面玄関なのだ。それでは連絡通路を通って京阪の丹波橋駅の方に行ってみましょうか。人多いのだ。こっちが京阪の丹波橋駅。この駅も京都市内の京阪の駅としては
祇園市場駅に次いで2位の乗降客数よ。京阪側の正面に出てみましょう。近鉄側ほどではないにしても人あまりいないのだ。こちら側も住宅地なのだ。京阪はノンストップの楽楽を除き全列車停車。近鉄の方も全列車停車ね。島風も止まるわ。駅の正面を見る限りそんな重要駅には見えないのだ。つまり丹波橋駅の乗降客は京阪と近鉄の乗り換え客がほとんどということなのか。そういうことね。それではここで丹波橋駅周辺を散策してみましょう。ここは京阪の丹波橋駅の南にある踏切。ここから東に歩いていくわよ。伏見の町から桃山に向かって上り坂なのだ。この丘の上には明治天皇のお墓桃山御陵があるのだ。昔は豊臣秀吉の伏見城もあったのだ。あら、よく知ってるわね。さては貴様、機関の。これが近鉄京都線の踏切なのだ。駅同士は通路でつながってるけど別の駅なのだ。間に道路もあるのだ。さらに東に行くわよ。この辺りずっと住宅街なのだ。特急の止まる駅が2つもあるとはとても思えない静かさなのだ。正面に交通量の多い道路が見えてきたのだ。国道24号線ね。電車が走っているのだ。また線路なのか。これは JR 奈良線の線路ね。3本目の鉄道路線なのだ。京阪本線、近鉄京都線、JR 奈良線の3つの路線がわずか200メートルそこそこの間に並んで走っているのよ。過密っぷりがわかるでしょ。それも特急も止まるのだ。便利すぎる住宅街なのだ。大阪、京都、奈良、それに伊勢島にも乗り換えなしなのだ。確かに鉄道過剰地域なのだ。それほどうるさくないならあって困ることはないわ。ところで JR には駅はないのか。このカーブを抜けた先に JR 桃山駅があるわ。南の宇治川沿いには京阪宇治線も走っているし、かつては伏見の町の方に路面電車もあったわ。日本で最初の電車よ。鉄道に恵まれているのだ。どうしてここはこんなに鉄道が多いのだ。伏見は昔から交通の要衝だったからというのはわかるけど。では鉄道の歴史を紐解いてその謎に迫っていきましょう。1895年、明治28年、この地に初めて鉄道を通したのは奈良鉄道。現在の JR 奈良線の前身となる私鉄よ。今の JR 奈良線とはルートが違う気がするのだ。そう、さっき私たちが乗ってきた近鉄京都線のルートよ。奈良電が国鉄から払い下げを受けた貨物線、元は奈良線だったのか。この時代、東海道本線は稲荷駅までは現在の奈良線のルートを走っていたわ。知っているのだ。以前メタンとこの旧東海道線をたどったことがあるのだ。そうね、楽しい思い出ね。辛くて過酷で恥ずかしい思い出なのだ。辛くて過酷なのはなんとなくわかるけど、どうして恥ずかしいの？まあいいわ。奈良鉄道開通の同年、京都駅と伏見の間に日本初の電車が開通しているわ。ということは奈良鉄道は蒸気機関車だったのか。そう、蒸気機関車が客車や貨物を引っ張っていたわ。さてその15年後、1910年、明治43年、京阪電鉄が大阪天満橋から京都の五条まで開通したわ。出たのだ京阪。京阪は初めから電車だったのだ。京阪開通と同時に伏見駅、数ヶ月遅れで桃山駅が開業したわ。伏見駅、桃山駅、今の京阪にはそんな駅ないのだ。その後桃山駅は丹波橋駅に、伏見駅は伏見桃山駅に改称されたわ。なんか桃山とか伏見とかややこしいのだ。京阪の線路の西側に広がっていた町は伏見、東側の丘陵地は桃山と呼ばれていたの。知っているのだ。
豊臣秀吉が築いた伏見城が江戸時代に取り壊された跡地に桃の木が植えられたので桃山と呼ばれるようになったのだ。あら、よく知っているわね。さては貴様、機関のエージェントなのか？そうなのだ。僕は機関のエージェントなので何でも知っているのだ。ところで丹波橋駅の駅名、京阪お得意の橋の名前の駅名なのか？丹波橋という橋は堀川に架かる橋で、今でもあるけれど駅からは200メートルほど離れているわね。駅の北側の通りの名が丹波橋通りなので、そこからもらった名前かもしれないわ。1921年、大正10年、東海道本線が現在のルートになった時、元の東海道本線の一部が奈良線に流用されたわ。奈良鉄道じゃないのか？この時奈良鉄道はすでに国有化されていて、国鉄奈良線になっているわ。そして奈良鉄道が敷いた古い線路は貨物線として残されたの。でもこの時点では汽車の線路と電車の線路が丹波橋あたりで交わっていたくらいのことなのだ。言うたらたまたまなのだ。鉄道密集地帯というほどではないのだ。そうね、ここが本当の鉄道密集地帯となるのは1928年、昭和3年、奈良電気鉄道ができた時ね。また似たような名前なのだ。奈良電気鉄道、さっきの奈良鉄道とは違うのか？違うわよ。奈良鉄道は蒸気機関車、奈良電気鉄道は電車ね。昔の鉄道会社は似たような名前が多くてややこしいのだ。奈良ピーチ鉄道とか抹茶ラインならとかにすればよかったのだ。お堅いご時世だったのでそんな発想はなかったのでしょうね。奈良電班、奈良電班。へえ、わてが抹茶ラインなら間違うた。奈良電気鉄道、奈良電でおます。陸軍第16師団班やおまへんか？陸軍班が何のようでっか？あんたとこ、ここに橋かけるのやめなはれ。はあ？ここはうちの工兵部隊が川に橋かける練習をする場所ですさかい、電車の鉄橋なんかかけられたら邪魔になりますんや。そやけど宇治川に橋かけへんかったら京都とならつなげられまへんがな。そんなもんうちの知ったことやおまへん。もしどうしても手言わはるんやったら橋脚を一本の立てんと橋渡しなはれ。橋脚なしでっか？そらあきつおますな。奈良電は昭和天皇のご退転に開通を間に合わせることが必須で、陸軍と揉めてる時間はなかったため無橋脚の巨大トラス橋の建設を開始したわ。これが淀川橋梁。この橋は登録有形文化財に登録されているのだ。宇治川に架かる橋なのに淀川橋梁とはこれいかになのだ。この橋は実際よくできていて、約100年前に作られた姿をほぼそのまま保ったまま現代も使われ続けているわ。奈良電、かっこいいのだ。奈良電班、奈良電班。おや、今度は桶井班やおまへんか？奈良電班の線路、伏見桃山駅近辺でうっとこに合流することになっとりましたけど、ちょっとダイヤがやばい感じになってきてますんや。乗り入れちょっと無理な感じどすわ。そんな殺生な、今さら困りますわ。淀川橋梁、桶井班に合流することを前提に橋の場所とか向きとか設計してありますんやで、今さらあかん言われても困りますわ。えらい申し訳ないことどすけど、国鉄に暇そうな貨物船おすさかい、そこを譲ってもろて京都駅に線路伸ばしてもらえまへんやろか？しょうまへんな。急いで用地取得せんと間に合いまへんがな。淀川橋梁を渡った後、線路は右へ左へ曲がりくねっているのだ。用地取得を急いだのでまっすぐな用地を確保できなかったのだ。奈良電は京阪の丹波橋駅の裏にあった国鉄の貨物線跡までなんとか線路を伸ばしたわ。途中京阪の伏見桃山駅のすぐ近くに桃山御龍馬駅、京阪の丹波橋駅の裏に堀内駅ができたわ。この時は近鉄は丹波橋駅じゃなかったのか？そう、この時は堀内駅、まだ丹波橋駅じゃなかったわ。時は進んで太平洋戦争中の1943年、昭和18年、当時の鉄道省、後の運輸通信省は
奈良電と京阪電鉄にこんな話をしたかもしれないわ。奈良電班、お京阪。へえ、わてが奈良電でおます。うちがお京阪どすけど、これはこれは鉄道省班、なんぞご用どすか。戦争が厳しなってきて、鉄道もいつ何時被害を受けるかもしれまへん。わてとこ田舎走ってますさかい、多分大丈夫や思いますけど、お京阪とこは都会やさかい、大変かもしれまへんな。そこでや、あんたらとこの線路、伏見の丹波橋でつなぎなはれ。毎日車両が被災した時にお互いで融通できるようにしときますんや。なるほど。具体的にどうしたらよろしおす。奈良電班、おたくとこの堀内駅をお京阪の丹波橋駅に統合しなはれ。堀内駅ですか。まああの駅はお京阪の丹波橋の裏手におますさかい、ちょっと線路をつなぎ替えるだけで丹波橋駅には入れますな。そうなると丹波橋駅、今のままやと手狭どすな。ちょっと広げて2面4線くらいにせなあきまへんな。そやけどこのご時世、線路とかポイントとかの資材調達が難しいおすえ。嵐山線から持ってきなはれ。嵐山線、元新京阪嵐山線、未来の阪急嵐山線のすか。嵐山線、何落ち迷うたか全線伏線で、嵐山駅は6面5線の大ターミナルやおまへんか。そっから線路ひってがして流用しなはれ。ということで工事が始まったの。もともと京阪は奈良電の電車が京阪の線路を走ることを嫌がっていたのだ。戦時下のお上からのお達しには逆らえなかったのね。ということで奈良電の堀内駅を京阪の丹波橋駅に統合する工事が始まったわ。ところが時代は戦争末期、戦局の悪化で工事は思うように進まず、結局完成したのは終戦後1945年昭和20年の年末になったわ。戦争を想定した工事だったのに無駄になってしまったのだ。無駄ではなかったわ。京阪と奈良電は相互乗り入れが行われるようになったのよ。戦後の高度成長期、ダイヤも過密になってきたので近鉄は旧堀内駅跡地に線路を敷き直し、近鉄専用のホームを設けたの。そしてその間は連絡通路で結ばれたわ。奈良電、いつの間にか近鉄になっているのだ。1963年昭和38年奈良電は近鉄に合併されているわ。相互乗り入れはいつまでやっていたのだ。1968年昭和43年まで続いたわ。京阪三条発近鉄奈良行きとか、近鉄京都発京阪宇治行きといった電車が走っていたらしいわね。そんな電車今では考えられないのだ。ここが近鉄と京阪を接続していた連絡線があったところよ。今は自転車置き場になっているわね。連絡線の一部は安全側線として使われているわ。こっちは反対側の連絡線跡よ。住宅地に当時の痕跡が残っているわ。枕木っぽいものも見えるのだ。南側の連絡線が京阪本線と平面交差していたためダイヤのネックになっていたわ。昇圧や ATS 導入のタイミングの違いもあって1968年昭和43年に相互乗り入れは終わってしまったのよ。それは残念なのだ。京阪と近鉄にはそういうことがあったのだ。近鉄と JR 奈良線にも過去には関係があったし、この狭い地域にひしめき合う3本の鉄道路線、お互いに密接に関係していたのよ。その関係の上に現在の形が出来上がっているのね。なるほど、そう考えると住宅地に鉄道が密集した理由なんとなく理解できるのだ。めでたしめでたしなのだ。何がめでたいのかよくわからないのだけど、まあいいわ。それでは京阪の後面展望を鑑賞しながら今回はこれで締めるわよ。最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうなのだ。